だから余計、計あの周りの人は知ってるんですよ、うん、なんていうのかな、うんあの、本当にこの仏法を語り、うん、あの一生懸命あのやってきたっていう姿を、だから日蓮弘秀に行ったって言われたくないんですよ、うん、検証会っていう風に <laughs>、うん、弘、う、秀、ん、に、淡間さんが行ったなんて言ったら、うん、なんでだろうって。 うん、思うと思うんですね、検証会に行ったら、頭が申し訳ない、検証会の人に申し訳ないんですけど、土地狂ったと思いますから、きっと。うん、だから、日蓮召集に行ってるって言っても、理解してくれない、うん、でも喋ってもくれない、うん、だから私はあの豊田さんの,、うん、あのお力をお借りして、うん、それであの小林町っていうのを出してもらって、うん、あのそしたらもう分かりますから、上の幹部の人たちはもう結構豊田さんってすごい有名人なんですよ。 うんうんだと思いますよ <laughs> で意外とマークされてるんですよ、本当に。だから、うん、そのネットをこう、うん、大会者が増,え増やしたくないから、結構チェックしてるんですよ、よ本当に。だからこそあの、私が検証会に行ったっていうんじゃなくて、日蓮召集に行った、妹も結構有名なんで、本当に。なのであの2人で人出ればもう、うん 絶対、朝まだ、絶対、妹にだってって、バーンってわかるわけです。うん、で私、私、10年や、約9年、10年やったんですけど、地区婦人部長、3つの地区を歩いてますから、1>, うん、1箇所じゃないんです、<う>派遣で。派遣でね、だめな地区があると、そこに行ってほしいって、うん、それでそこをこう、なんていうの、こう頑張ろう 盛り上げるそそそそう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 、うん、だからでももうそういうので結構意外と顔が知れてると申しますかはい役職はそんな県とか区ではないんですけど逆に県とか区の人に「何やってるんだ」って言ってるようなタイプなんですよ私。だから知られてるので、うん、あの本当に。 あのこれが日蓮、もう豊田さんイコール日蓮召集なんで、うん、検証会と思ってる人は誰もいないんですから、うんうん、ですからあの、その豊田さんと話してるっていうこと自体がもう証明になりますもんね、本当に、うん、本当ね。もうはい、というか、<laughs> 今、なんであのリモートのにはに、はい、今みたいな話が出なかったんですよね、そうそう人たちのは出たけど。<laughs> そうあのなんかね、あの緊張しちゃったの、あ<ー> <laughs> なんか電話だと喋れるんですけど、画面で喋るって生まれて初めてなんですよ、あまあね、<laughs> だからこの音声をもしよかったら使ってもらってもいいし、うんね、今の聞いてたら、これ、地元の時に言ってくれれば、これ、そのまま使えたのにと思ったんだけどあ、そうそう、だから恥ずかしいっていうか、なんか緊張しちゃうんですよね、あの画面で、私が映ってるとか思って。<laughs> そうなんですよあの。電話だったら話せるんですけど、なんていうのか。あの、私が歩いてるだけで、パーって散ってくんですから、まあ今、それはそうなりますよ。あそうなんですかね。うそうです。もう全く反動したように同じ。あ<ー>あ。よくうそうですかスーパーなんかで、陳列棚の列があるじゃないですか。はいで。その向こう側で学会員がこっちの確認見つけるとね、 うん、その人はこの陳列のラインで買おうとしていたはず、間違いなくそうなのに、うん、ちゃッと別のラインに行くって言ったからね、こっちを確認。<laughs> <laughs> そのくらい、そのくらいね、あのみんな、雲の子を散らすみたいにバーって散っていくって言ってください。ああ、でも本当、誰も私に聞いてくれないんで。<laughs> 背けるとかね、顔をわざわざ、あ<ー>いやいや、いや,いやらしく背けるとか。 もうみんな食らってますよ、これはね、ここのの程度のことはあ、はい、ただこう、こなんていうのかな、こう私がなぜ日蓮召集になったのかということすらも説明もさせてもらえない、で私が行ったらこう、影響力が申し訳ないけど、あるところに、うん、だからもうすっごい勢いで、ローラーラです本当にいや、それはそうですよ、なんで日蓮召集に行ったかを、それを説明してほしくないんだから。 いや、本当ですよね。それ言われちゃったら、もうみんな、なるほどなーって、こう、心に思い当たるところがみんなあるから、はい。ここに火がついてっちゃうから。うん、まあ。だからもう確実にそれはもう周り、完全にシャッターオーされますよね。うあ<ー>。でもそれ全部財状消滅ですから。あの、そして向こうはそれなりに財状を積んじゃうんですよ。そうでやらせた幹部たちは。そうすとあはい。 そうすると必ず会内で、うん、あの会議なんであんなふうになっちゃうかねっていうようなことがだん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 ,だん増えてくるわけもっともっと。ああ<ー>そうして同州商議を起こしてあのこっそり連絡入れてくる人が出てみたりねうんしてくるんですよ。だからこっちは逆に矢をもとに立ってあのそういう、はい、あ,るある意味恥ずかしめを受けて、はい、ういう多少は嫌な思いもして。 そのことによって地域にあの逆円、順円を作っていくわけですね。うんそういう,ていうかもう,こう、あまりにもあれから30年、うん、悲惨さが深いんですよ。うん、なので、うんあの、もう時間がないって、うん、私は本当に思ってるんですね。だからこう 助けてあげたいってもう涙が出てくるんですよ本当にだからこうなんとかこうね会話したくても今はできませんから必死でご本尊様にあのどうかね着服させて欲しいチャンスをくださいあの話しさえできれば必ずねあの命くらいはあの揺らすことができるっていう風にあの一生懸命ご本尊様にあの お願いしてるんですけれども、うん、あの私以上にひどい目に遭ってる人もいますし、うん、あのまたこれから先あのもうどうなるかが見えますからね、本当にうん、うん、だからもう自殺者は出したくないし、うん、これ以上あの首から上のね病で,で私のあの畜能だって普通の蓄能じゃないんですよ。うんあの 検査しても、うんあの、アレルギーで蓄能なる人がいるのに、うん、あの私、あの驚きのゴキブリもダニも平気なんですって、ハウスダストも。<laughs> うん、<laughs> だから、体質的にアレルギーでなってるんじゃないって、うん、体質的に、うん、あのなんかこの蓄能でこう海が出るんですって。うん、だからもう、体質だからあの穴開けて手術するんですよね、蓄能ってひどいと。うん、なんですけどあの そういうことをしてもまた退室だから<ー>なっちゃうだろうって言われたとき、あ強だなってそのときは思ったんですよ、だから。<ー>でも、ただいごとにこう匂ったり、だらだら垂れたりということがもう今はないので、うん、あ,のありがたいんですけど、うん、結局もうあの、それだってバチですもんね、正直言っちゃ悪,うう悪くないけど。いや、悪くもない、誰にも悪くないんです、そうし、うう <laughs> だからたぶん治るってことですよ、それは。 偽本尊の普及によるところの罰で出たんだから、うん、だから今度はそれはただ正しい信仰すればいかなる病や触りをなすべきやですよ。あもう本当に、うん、今度来た5っていうのは本当にその通りになりますからもう本当にただ私はあの言うだけではなくこう伝えたいとこう説明なんていうのかな正しいことをいくら言っても信じてもらえなかったら意味がないので、うん、こう。 伝えたいなっていうことと伝えることは違うので、なんとかこう伝わるように、うん、もうとにかくその人が会って、感じてもらえるように、うん、その瞬間が欲しいっていうふうに、うん、あの祈ってるんですけれども、うん、もうこの被害者をとにかく出したくないって、これ以上、これ以上、ここから先は絶対にさらなる地獄行きだと思います、本当に。うんうん 間違いないと思います。本当に。あのー、なので、そのさっき言った、その、例えば夕張でも、まあ、極端な例が持ってるんだけど、はい、はい。その方々には連絡取れないんですか。あ、私の個人的な知り合いじゃなく、うんあの、僕が決められないっていう人いるじゃないですか。うん、分んの中で、そ,そうすると、浅、うん、沼さん、行ってくださいっつって、どういうことか。で、決めてくるんですよ。だから、こう、うん、その、あの、夕張に行った、あの、人の。 あを紹介した人はすぐそばにいるんですけど、うんうん、その人にも一応日蓮召集に、うん、あの私は行くねって言ったら「うん、いや浅沼さ,さんってあのなんだったっけ私がはっきり物言うタイプなので、うん、えっと個人的に波紋にならないようにね」って笑われたくらいなんですけど。の方から <laughs> <laughs> そうそうなご僧侶とかに <laughs> えこうなんですかああなんですかなんて聞いて失礼できっとあの破門されるわよみたいなそんなことないよとか言ってたんですけどでもとにかく私があの入ってすぐあの。 って言ったらまだ実感湧かないっていうふうに周りは思いますよね当たり前ですけど、うん、だからあの浅沼さんがやってみて、うん、本当にどうだったのかっていうのを感じたら、うん、あの教えてねって言われてる人は何人かいるんですよもうん、お素晴らしいじゃないですかでも本当まあそこも今バーっとこう 本当は検証がいたのよってこう、ね、ローラーかけられてはいますけれどもこの地域だけじゃないですから私はあの他の大田区じゃないところにも住んでたので友人、うん、もそうですし、うん、もうとにかくあの、えっとうん、もう財政消滅っていうよりもそうなんですけど、うん、あのとにかく作りたいっていうこれ以上もう不幸の連鎖はごめんですね。うん もうそういう腹くぐってるんだったらあの名前を伏せる必要もそれから顔にモザイクかける必要もないじゃあノーメイクなんですよ、私。ノーメイク。でも絶対に大田区で分かりますから大田区小林町本部本部って言ったら意外とそんな大きくないんで。あの 本部っつったらもう絶対に100%浅沼だって分かりますから。